はい、川島です。今日の中身に行く前にですね、ついにですね、チャンネル登録者の数がですね、9万5000人を突破しました。いやすごい。僕ですね、動画を、半年前に、アップし始めてですね、4月か2月ぐらいですかな、に、涙袋の動画をアップし始めて行ったんですけど、まあ本当にですね、半年間でここまでね、急成長できたのは、本当に皆さんのおかげですので、本当にですね、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ではですね、今日の動画は、猫背をですね、猫背を直す1分ストレッチについてお伝えしていこうと思います。で、猫背なんですけど、ポイントはですね、小顔の人がやってない、普通の習慣という動画で、ご紹介させてもらった骨盤がですね、倒れてると、足を組んだりして骨盤が倒れてると肩もですね、一緒に連携して内側に入ってきます。はい、これ、画像で出てると思うんですけど、これすごくないですか。左側風、これ同一人物なんですけど、左側の人は、猫背ですね、猫背の時と右側は姿勢がいい時ですね、こんな感じで似たり全然違うんですよ。で、左側は下っ腹にめちゃめちゃ出てません。で、肩まで猫背になってて、首も前についてて、で、まあすごく見た目が悪いですよね。逆に右側に関してはすごくね、姿勢が良くて、まあ気品がある感じですよね。こんな感じで姿勢が違うだけで全然違うんですよ。ですので、皆さんも日頃からこういう姿勢じゃなくて、シュッとね、こんな感じの姿勢を作ると、自然にこれ姿勢がいいと首周りも綺麗に見えて品があるように見えます。で、首が長く 見えるので、女性にも、女性っぽく、女性らしくなりますし、男性もかっこよく、見えますので、ぜひね、この姿勢を良くするといったことをね、毎日1分間ですね、やってみてください。で、猫背をね、直す中で、すごくすごく重要なポイントなのが、胸筋ですね。いわゆる、小胸筋とか、大胸筋と言われる、この、画像のポイントですね。この箇所に、筋肉の凝りですね。いわゆる、この辺ですね。この辺に筋肉の凝りが強い人は、ぎゅーって固まってるんですね。で、この辺角をギューって固まってくると、肩をこう引っ張ってくるんですね。肩甲骨を内側に引っ張ってきます。こうなってくると、グッて胸を張っても、またすぐダラーンとなっちゃう。こうグーって張ってると、胸を張ってもすぐダラーンとなっちゃう。っていう感じになってきますので、この近辺の筋肉の凝りをしっかりね、日頃からケアをしておいて、柔軟な筋肉を作っておくと、すぐに簡単に胸が開いてきますので、そういった筋肉をね、作っていくストレッチとなっております。では、やっていきましょう。はい、でですね、まず準備するものがこれですね。はい、これストレッチポールなんですけど、こういうストレッチポールを準備するか、もしくはない人はバスタオルを準備してください。で、バスタオルを、準備する場合は、普通にバスタオルを畳んでもらって、で、畳んで、で、くるくるっと丸めていきます。で、こんな感じのバスタオルを作ります。丸めてね、長さこんな感じ。はい、で、作ったらこれを使って肩甲骨の真ん中に寝ていきます。で、そのまま上向きで寝ていきます。まあ、実際に寝ながらやっていきますね。はい、じゃあ寝ていきます。まずタオルを準備したら、これをですね、真ん中に置いていきます。真ん中に置いて、ここに肩甲骨を、肩甲骨の真ん中にこれくる感じで寝ます。で、寝たらですね、そのまま手をですね、横に広げていきます。で、この時ポイントが、手のひらがこうなるんじゃなくて、上ですね、頭方向を向く感じでこう広げると、胸のですね、胸のこの前ですね、この辺、胸のこの前が、この辺が伸びてくる感じがありますので、手をこんな感じ伸ばすなんて、こんな感じ、手のひらを上向けて、頭方向に向けて寝るといった感じで寝ると、多分この辺突っ張る感じがピンと伸びる感じがあると思いますので、このポジションを探してください。で、寝て手のひらを上向けて寝ると。で、この時にできればちょっと骨盤をちょっとクッと起こす感じ、クッと起こす感じで寝ると、さらに、この辺の伸びが良くなります。まあ、できればやってください。で、この状態で1分間寝ていきます。で、この時に深呼吸します。深呼吸をしてゆっくり息を吸います。ゆっくり吐く。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでやっていくと、どんどん胸が開いていきます。パソコンとかね、スマホとかね、してると、どんどん、ね、肩が丸くなってくるんですよ。それを伸ばすストレッチですね。はい、まあ、実際に1分間やっていきましょうかね。まあこれはですね、結構最初は痛いです。こんだけでどんどんね、猫背が治ってくるし、首こり改善、肩こり改善、あとはこれ寝る前にすると睡眠の質も上がります。頭痛、めまい、吐き気とかも軽減してきますね。できれば重症な人は3回とかした方が一番いいです。OK! はい、どうでしょうか。多分ね、かなりこうスッキリした感じがあると思うんですけど、
僕もですね、ちょくちょくこのストレッチをやっておりますので、ぜひですね、皆さんも、姿勢をね、良くしたい方は、このストレッチをぜひね、毎日1分間やってみてください。最後に、Twitter、Instagram やってます。で、Instagram に関しても、どんどんね、今フォロワーさん伸びてまして、もうすぐ、9000人になってきました。ですので、ぜひね、フォローされてない方は、最後に Instagram の方を見てみてください。Instagram 限定の首を作る方法とかね、そういったストレッチもアップしてますので、ぜひね、皆さん、要チェックしてみてください。そして、Twitter の方もやってます。Twitter に関しては、まだ、始めたばっかりで、全然、最近ね、バンバン投稿してますので、ぜひね、Twitter の方もチェックしてみてください。そして最後に、最近ですね、毎週日本ですね、火曜日と土曜日に、動画を投稿してます。ですので、大体ね、8時か9時に投稿してますので、8時に投稿できない時は多分今日もね、9時投稿するかもしれないんですけど、ぜひね、その辺も、チャンネル登録されてない方は、ぜひチェックをされてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。